黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。かなり大変です。思ってたよりは難しい。うん、すっげー大変な感じ。うわー、何これ。はい、どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。新しい言語なんですけどね、ちょっと気になってます。どんな感じなんかなと。まあ自分的にはね、クワガタ元年とかね、カブトムシ元年とかね、そんな風になればいいかなと思っておりますが、まあそんなことは絶対にありえないのでね。本題に入っていきましょう。今日のね、主役はこの子たちです。ウエストウッディ・カズミアエ。で、この子がね、前回上の方に出てきて、なかなかね、潜ってくれないっていう状態の子だったんですけど、まずこの子の経過報告をいたします。ずっと上に出てきて潜らなかったあのオス、あれがどうなったのか、今こんな感じです。開きました。せーの、はいはい、こんな感じでね、潜ってくれています。ちょっとね、なんかこうこんな感じだったんですけど、うん、上の方はちょっとデコボコしてるのはしてるんですけど、今はね、なんか潜ってね、触根が出てきてますね。いや、よかったよかった。ほんと。かなり心配したんですけど、これでまあ、とりあえずなんとかなりそうです。問題はね、こっちの子たちなんですよ。これもね、菌糸 FE ってやつ使ってるんですけど、劣化がすごいんですよね。うん。まあでも、こんなになってきたのは最近なんでね、今日も餌交換してしまおうかとね、思っておりますね。はい、ちなみにこれ証明書です。見てくださいよ、これなんかキノコがね、生えてきてますね。大丈夫だろうか。うん、まあ、触根が下の方にあるんでね、下の方にいると思うんですけど、このキノコ、これはすごい。先々週に届いたね、新しい菌糸 FE、これと見比べるとね、その差は全然違いますね。はい、もともとこんな綺麗な感じだったんですけど、まあ、こんな感じになっちゃってですね、うん、すごいことになってます。ということでね、今日はね、もう餌交換の方をね、していきたいなと思っております。はい、ではね、今日も頑張っていきまーす。それでは、出していきましょう。だいたい生後5ヶ月ぐらいなのかな ?4 ヶ月5ヶ月あたりになるみたいです。ね。うわ、やっべー。なーにこれ。なんなのこれ。なんかうんこみたいな色になってるね。やばいですね、これ。はい。かなり慎重にね、行きましょう。あのですね、柔らかいんです。サクッとね、スプーンがね、サクッと入っちゃう。でも恐ろしいな。ちょっとね、かなり慎重にね、慎重にやりたいと思う。大変ですよ、これ。2分かけてまだこれだけだもんな。そこの方にいると分かっちゃいるんですけど、怖いんで、すっげー怖いです、これね。うわ、バギっていった。大丈夫？近いんじゃないの、幼虫。生きてたらね。あ、幼虫の通り道みたいなのが見えますね、あそこにね。いた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 。いるいる、生きてる生きてる。結構大きくなってる。はい。降りました、幼虫。あー、よかったー。
やばい、出すのに4分かかった。これがカズミヤへの幼虫っすか。なんだなんだなんだ。うん。まあ元気そうですね。うん。とても元気そうです。ちょっとね、ビビってますね。いきなり出されちゃってね。いやー、うねうねして気持ちいいなー、これ。はい、重さの方をね、測っていきたいと思います。結構大きくなってますよ、これ。スイッチ、オン。はい。おそらく5グラム程度だと思われる。カズミヤへの体重いきます。せーの。はい。わ、ぴったり5グラム。やっぱりね、この大きさだとそんなもんだろう。ねえ。だいぶ成長しましたね。はい。では、大穴の方にね、気持ちよく潜っていってもらいたいと思います。どうぞ。早い。スポーンって入っちゃった。ねえ。はい。ということでね、この穴を埋めちゃってですね。これで一応ね、餌交換完成ということで、同じ作業をね、どんどんやっていきたいなと思います。ふぅ、一匹終わるたびにこんなにしんどいとはな。うん。この子はね、この辺にいると思うんですよ。ね。いや、すっげえ。なにこれ。やばいだろ、これ。なんか未知の世界みたいになってる。だいぶでっかくなってる。おお、おい、なんだこりゃ。いい感じじゃないか。いや、だいぶでっかくなってますよ。断定はできないんですけど、さっきのやつがメスでこれがオスっていう可能性もありますよね。はい。ほら、10g。さっきのこの2倍のスピードですよ。すげえ、でけえ。これはやっぱオスなんじゃないかな。この辺にね、卵巣みたいなのが出るんですよね。このあたりにね。やっぱ見えてないということは、オスなのかなという気がしますね。うん。まあ、この卵巣のやつが使えるのかどうかっていう話なんですけどね。幼虫の方がだいぶでっかいんでね、すごく大きい穴を入れました。はい。行ってもらいましょう。はいはい。まあ、とりあえずね、入ってくれたですかね。うん。よし、これでちょっと埋めときましょう。軽く埋める感じで行きたいなと思います。かなり大変です。思ってたよりは難しい。うん。すっげえ大変な感じ。うわー、何これ。こんなの初めて見るな。なんと表現したらいいんでしょう。ねえ。すっげー、なんていうか、これがいい状態のはずがないよねっていう感じですね。すっげーや、これ。はいはい。幼虫のね、救出頑張っていきたいと思います。ここにいるね。よし。はい、出ます。ちっちゃいです。よし。どうもオスっぽいですが、体重の方行ってみたいと思います。よいしょ。8グラムか。わー、すげー威嚇してる。怖えぞ。おー、すごいですね。幼虫だけども、こう立てってですね、顎を目いっぱい広げて威嚇してるんですね。怖え。なかなかね、なかなか勇敢ですね。はい、入っていっちゃってくれ。大きいんでね、結構大きい穴入れました。開けました。これがね、コツかもしれないです。はい、こんな感じですね。よし、いよいよ、いよいよ最後の子です。
お待たせしました。最後の子ですね。成長は非常に早いと思う。ねえ。なんか、今のところね、オスメスぐらいの感じですか？はい。まあ、4匹なんでね、できたらオスメスペアがいいんですけど、まあそううまくはいかないですよね。いつもの感じでね。うん、そんな気がします。おお、怖え！ここだ！怖い！よし！出た！出ました！小さいですね。奇跡的だな。はい、卵巣も見えると思う。ほら、見えてる。わかります？ちょっとだけごめんね。ちょっとだけごめんね。はい、ここですね。ここ。わ、噛まれそう。噛まれそう。はい、ここに卵巣見えてますよね、ここ。これですね、この白いところ。これがまあ卵巣って呼ばれてるやつですよ。ね。うん。いやー、いい感じだったな。嬉しいな。おそらくこの感じなら4グラムか5グラムでしょう。体重の方いきます。せーの。はい。あれ？ 6 グラム。ああ。読み間違えたか。はい。では入ってもらいたいと思います。ああ。コロンって落ちちゃったよ。ねえ、ちょっと大きすぎた？うんうん。まあまあまあ、大丈夫でしょう。ね。はい。ということで、あとは自分で穴を掘って、ね。この中で生活して、くんなまし。はい。みんな成長してくれてね、おじさんとっても嬉しいです。お疲れ様でございました。いやー、よかったですね。こっちがメス。あ、違うかな？あ、こっちがオスだ。こっちがオス、10グラム、8グラム。そしてこっちがメス、5グラム、6グラム。という感じでございました。はい、半々に分かれてくれるとね、非常に嬉しいですね。あとはこの子たち落ちないように、ね、飼育するだけですよ。2年で羽化するんですけど、中にはね、1年で羽化する子もいるらしいんですよ。まあ、そうならないようにね、ちょっと気をつけながらやっていきたいなと思います。はい、それではね、今日はこれでお別れです。またよかったらコメントで感想など聞かせてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。いやー、あんな感じのね、禁止でもね、生きていけるんですね。うん、ちょっと勉強になった感じですね。はーい。バイバイ。